さあ引き続いてガチホコもずく。さあ 1940S まで来てもガチホコパワーはだいたいこの辺りで安定するといったところでしょうか。さあ竹に、パブロにジェットスイーパーとまたまた強烈な面々が揃ってるな。カーリング竹、なんとか乗りたいな。あーしまった、完全にカーリングが溜まっているつもりで言ってたな。失礼、押し込みたいけどそんな余裕はないか。パブロ、あれすげえ、いつもにか終わってた。え、こっちじゃないよね、俺たちの方が取ったんだよね。それすらもわからなくなってるか。あれ、この塗り音でノックアウト取ったの、どういうことだ。完全に気を取られていたのか、わけわからん。まあしかしなんかノックアウト取ってくれてたみたいですね。いや、いきなり不信感の募るよくわからない勝利になってしまった。いや、確かに相手はだいぶこっちに集中していたし、よく考えたら味方もどっか一人いなかったしって感じでしたね。本当に何があったんだこれ。さあ先ほどは対戦相手を待っている時間よりもノックアウトを取る方が早いというよくわからない奇跡の試合だったわけですが、今回はどうなることでしょうか。バレスピに96ガロン。どうしてもね、このシューターってやると自分より射程が長い相手を一番注目してしまうんですよね。そればかりではないんですけれど、でも実際重要だと思いますね。さあこちらにバレスピに気を引いて、その間に私はここへ飛び出すのだ。飛び立て飛び立て飛び立て。さあ、ちょっと待って、ピッチャー散々使ったのに結局割ったのは相手なのか、最悪だな。やめてやめてやめて、あーこれ最悪だ、ダメな引き方したぞ今。止めてほしいけど無理かな、一人やられてしな。実質一人で戦ってるな向こう、スプラシューターが。え、また乗られてる、ここ乗られるのほんと負けパターンなんで、どうにかしてほしい。許してー、うーわー、後ろからバレスピがプレッサーで狙ってきたな。しかも取られてる、取って下ろさなきゃダメだなこれは。9番投げるよ、一旦降りてほしいんだよな相手に。ん、降りてはいるんだな相手。さあこれでだいぶ警戒心与えたと思うんだけど、すげえ来るな。無理か、なんか来てる、一人倒したけど、ダメかな。一旦割るけど、これ真ん中に戻した方が早いんじゃないかっていう説があるな。取ってはくれたけど、まあそっちの方が早いかもしれない説は十分ありますからね。よろしく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 。どうしよう。一旦9番投げるけど、爆発に巻き込まれかねないので要注意だ。ちょっと待ってくれこれ、やめてくれ。うわーん、ちょっと誰だ今の、ガロンか、なんか傘が当たったのかなって一瞬思ったけど、真ん中戻ったか、これ戻された方かな。やっぱちょっとな、バレスピが裏からプレッサー打ってくるのがすげえ鬱陶しい、あれはどうにかしたいな。お、なるほど、今相手いないんだ。じゃあバレスピにちょっと喧嘩売りに行きたいね。バレスピに喧嘩売る男、それが私、プロモデラー PG ではなくて RG なのか、 MG でした、ごめんなさい。お、背後から近づいてくるもう一人の男に気がつけなかったようですね。あー、しかしやられているか、カッサー。9番、当てたのか9番今。あー、これ雨のせいだな。よろしく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 、ちょっと雨が鬱陶しいこれ。しかもカウント乗った、有利取れてねえ。バレスピ鬱陶しい、やめて。うわー、傘だなこれ。しかも若干相手の方が進んでしまっている。これは一旦矛右から回した方が良かったかもしれないな。でもそういうの指示出せないしな、指示というかこっちの方がいいぞみたいな、やられたからこそ持てるアドバンテージみたいなのは用意できないわけだ。さあしかしここで相手が来るわけだ。来てるね、やめて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 。一旦下がるけど、これはプレッサーっぽいね、様子から鑑みるに。よし、当たる。うわー、ちょっと待って、これ誰で誰どれ、
変な髪型したけど96か。やっぱなんだかんだな、気を取られてるとね、長射程にやられるんだよな。だからこそ長射程をいつも気にかけてるんだけど、いるということを知っているだけでダメなんだよな。どこで戦っているのかまで戦闘中に把握できないとどうにもならない。投げて、上に投げて、どうしますか。ダメフラッシュが地味に鬱陶しいな。やっぱり一人潰したけど入れるかな。よいしょよいしょ。うっそ、ここまで来ても一も進まねえの。畜生、しかもバルスピいるしな。一旦飛ぼう。これ相手も矛に今突きっきりの状態のはず。ならば裏回ってっていうのは相手はかなり際どいはずだ。よろしく。こちらをご覧ください。あ、奪われちゃった。もうそんな余裕なかったな。こっちに降りたかな。まだ降りてはいない。よし、止めた。でかいぞ。くらえ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 。さて取るけど、うわこれ最悪のパターン。ガロンが生き残ってんのつらいな。ちょっと待って、これ割らないと負ける。割らないと負ける。割ってくれ、誰か割ってくれ。あ、取ってくれた。割らないとというか割れてたんだな。あぶねえ、ナイス。よかった。最後のは、なんか俺あんま意味なかった感じはあったけど、一応乗せたところまではやれたかなっていう、そんぐらいの貢献度でしたね。いや、焦った。相手に取られた時は。もう死ぬかと思った。ほんと、心臓に悪い試合が増えるな。さあ、なんとか S の OK ラインまで来た。なので、この調子でカウントを稼いでいけば、S プラスだ。もう一丁やっていこうか。さあ、そろそろ緊張で手とお尻が痺れてきたガチホコバトル、S、OK ラインを、まで達成したところからやっていきましょうか。さあ、金モデラーか。いいね、同士が来たじゃないか。ねえ、いくらプロモデラーが弱体化したといっても、イカセビアがだいぶ強くなっている。まあ、それさえも弱体化が来たとはいえ、まだまだ強いところに変わりはないということで、金モデラーの、ね、人権もだいぶ増えたのではないかなと思いたいんだけど、倒せるか。お、ナイス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 。いいですね。ではこれでカーリングで一気に割らせていただきたいと思います。あ、じゃあ、では一人、失礼。よいしょ。これで一旦こっちまで来て、バルスペック来る。気をつけて。後ろから来るよ。止めて、止めて、止めて、止めて。後ろいるよね。なんか分かってはいたんだけど、通らせて、通らせて。通らせてもらいます。これはどうだったかな。まあ一応カウントリード取ったから、そこに関してだけはいいんだけれど、その後の展開を考えると良かったのかどうかを総合的に判断するにはまだ至らないな。緊張してくる。緊張すると無駄にね、喋りが多くなるんですよね。ただでさえ普段からどうでもいいことを喋っているというのに、こういう緊張した時に限って本当にどうでもいいことしか喋らなくなるっていうところがね、苦しいんですが、9番投げて。さあ、味方が来るぞ。気をつけろ。うえーい。味方が来るなら気をつけなくてもいいんじゃないのか。何を言っているんだろうは、ちょっとね、自分のやっていることと言っていることの、証言の乖離によって頭が混乱している。混乱しているから乖離しているのではない。乖離した発言をしたことによって心身ともに乖離してしまうという、そういったよくわからない状態。後ろから来てますね。スフィアですね。ではスフィアを私が止めたと思ったでしょう。そんなことはないんですね。お、でも33まで結果的に味方が押し込んでくれているので、だいぶいい感じですね。しかし雨鬱陶しいな。これ死ぬか。私死ぬ。雨で死ぬ。私は死にません。だってカーリングボンピッチャーがいるもの。俺のことをいつもカーリングボンピッチャーが見ていてくれるからさ、俺は死なねえよ。そういうロボットアニメの主人公みたいなセリフを軽々とやすやすと書いていくのだ。やっていくぞ。ここから来るでしょ。見えてますから。私なんとなく見えちゃうんですね。後ろから、ほらね、来てないでしょ。何が見えているんだお前には、と思うかもしれませんが、9番ボムをこういったところに投げておくことによって相手を牽制することができる。倒すことができなくても牽制することくらいはできる。こんにちは、カーリングボンピッチャーです。お届け参りました。お届けです、お届けです。うっ、マジか。降ろされてるか。最悪だ。しかも結構入られてるな。お、ナイスナイスナイス。いいですね。傘か。やめてやめて。うーん、
そうか、傘の防御タイミングの方が長いんだな。傘を閉じてから発電するまでが。お、一旦引いたね。いいよ、それはオッケー。今一瞬、なんかこっちの方にまでやる方向が来て、すっげえびっくりしたけどね。よし、じゃあ私が自ら突っ込んでいきましょう。吸盤を投げ込むという、あなたには耐え難い。接戦を、なんだこれ。プレッサーしかいないはずだと思ったら、後ろにいたのか。やっぱね、潜伏されるのが一番辛いんだよな。このゲームの本質でもありますからね。で、プレッサーは結構、相手に潜伏をさせやすい、ね、脅迫性があるというか、凶悪性があるというか、という感じがするので、非常にもうそういった意味での強さが。にゃー、前からは、後ろからはスフィア、後ろ、前からはガチオコ。というか、いつの間に来てたんだ？違うか、あそこか。これ以上入られると巻きまであるぞ。気をつけろ。雨が辛い。割って取りたい。お、いいね、いいね、ナイス、ナイス。ここで相手を倒して、行ったのは大きい。しかしな、なんか、やってて思うけど、やっぱり、これ、えらい塗りが弱くなったな。なんかこの、適当に塗っていられるという感じがしなくなった。ただ連射の速いよくわからない武器みたいになってるな。これ戻してくんないかな、塗り効率。吸盤投げて止めたいけど、失ったのは痛いな。あ、でも、失う原因になったやつは止めてくれてるらしいね。お、奪ったのは OK。さて、これで残り時間が来ているので、あとは、相手に気づかれないように自陣の中で守り通せばいけるという考えでしょうね。危ない。なんか一瞬すごい、ダメージを食らいましたが、とりあえず相手がね、こちらの陣地に入ってこないように見張っていれば、一応勝てるはずだといったところだ。しかし、それもどこまでうまくいくかはわからないので、12分に気をつけなくてはいけない。さあ、これで相手の来たいところを、塗りで妨害してやれば、なんとでもなるというわけだ。よいしょ。ナイス判断ですね。なんとか自陣に、残り時間いっぱいまで逃げ切れるような形で入り込めたのは大きかったのかもしれません。なんだかんだ敵自陣に入り込むということは相手が攻めづらいということですからね、そのまんまですけど。よいしょ、よかったね。さあ、これはどんぐらい入る？あまりか。しかし、うまくいればあと5勝くらいでいけるんじゃないかな。といった状態ですね。さあ、では、ここで一旦クリエマス、ありがとうございます。方向はだいぶ近くなってきたね。